こんにちは。今日はコンソールを作っていきます。今回のハイエースではセンターコンソールと2列目のセカンドテーブルが一体型になっているものを作っていきます。全体的に取り外しができるように作るのでそういう作りになるんですけど、今回は2列目があるので2列目の人が充電できたりとか飲み物を置いたりとかそういうことができるようなちょっと低めのねセカンドテーブル とハイエースってどうしても肘置きがないのでそれを運転席助手席の人にも作れる、でその人たちも飲み物を置けるっていう作りをしたセンターコンソールとセカンドテーブルを作っていきます。今日はとりあえずコンソールだけかな。次回がテーブルになるかな。はい、なので今回は主な運転席助手席の人が使うセンターコンソールをまず作っていこうと思います。やるぞ、来ましょう、やりましょう。センターコンソールをまず外すところからやっていきます。ちょっとねちらっと確認してみたところ、ここのここにね飲み物入れるところのここの底に1箇所このレンチで取れるものがあるのでこれを取って、あとはここをパカッとねこっちじゃなくてこっちをね開けたところの下にもこのねレンチで止まってるところブルコンがあるのでこれをまず外していきます。予想ではこれを外せばガワって取れるっていうことだよね。そうね、レンチ貸してください。大体取れた、これを外していきますよ。上手になったね。はい、じゃあこのボルトが4本取れました。お、今ガタってなった。トゥルーン、取れました。びっくりするほど簡単だった。トゥルーン、取れました。よし、運び出しちゃおうか。はい、お願いします。よいしょ、はい、取れました。はい、なんかここはぷっくりだけどここは落ちてるね。うん、嫌な予感。そう、それどう、ずれてる。うん、すごいずれてる。そうだね、やっぱ沈んでんのかな、そっちが。そうだね、これはさ水平だね完全に。あー、やっぱりそうか、これに合わせなきゃいけないのか。センターコンソールをひっくり返してみたらそりゃ水平取れないよなっていうのが発覚したので一応取っておきます。一番出てるところがここだから。一番出てるのがここで後ろだね、うん、でここと、このプラスチックが多分高さ一緒なの、ね、ほぼこれとこれが高さは一緒、うん、だからこれを基準に考えるとこれがだいたい1センチ落ちてる。1センチ落ちてる。ここの段差が5ミリくらいだから、ここはちょっとねこっちよりこっちの方がなんか出っ張ってるんだよね。そうだね、ここの差がだいたい5ミリってことでね、こことの差を考える。うん、そうだね。なのでそういう作りらしいので、まあちょっと試行錯誤していくしかないよね。あのスペーサーかませてかませてみたいな感じになるよね。どう作るか考えていきます、はい、505の、まあ、500の 4m の 20mm の板を使っていきます。組み立ててみるとこういう感じで作ろうと思ってます。
ず。で、ここに穴があって、パパンって開けれる感じ。素晴らしい。じゃあその調子でもバンバン行きましょう。はい、では長板をつけていきますよ。干渉しないようにこのように受けを作る。これは余った棒のこの四つ角トリマーかけて100ミリ。ということでこれで、はい、受けができました。ここに置けるといいんじゃないですか。うわー、すごっ。嘘じゃん。今までめっちゃヤスリ手で頑張って、うわー、すごっ。トゥルットゥル。今回使用するのはこちら、じゃじゃん。ホームセンターで買いましたスライド長板です。カップ径は 35mm、 全かぶせタイプ。なんかね、ダンパー式なんだって。パタンと閉まらないのでソフトクロージャーになるのかな。これもちなみにさっきのがこのインセット、今回使うのがこの全かぶせ、上に全部かかってる状態になるものを使います。はい、これ600円ぐらいでした。
を組み立てます。ここにカップのやつ入れてみようよ。ここはこうやってね、一応ね入るようになって、ここもいろいろと入るようになります。考えてなかったら入るかな。入る、ぴったり。一応これやったんだよ。あ、そうなんだ、さすがだね。まあ、これでもいいんだけどね。これでもいいかも。これで一旦形はできましたっていう感じだね。できましたね。どうですか。いい出来なんじゃないですか。こんな感じです。今日は塗装していきます。プロは仕事が忙しいので素人の私が塗ります。天井の仕上げ剤にも使ったカードラックのハニーメープル色を塗っていきます。コンソールが完成しました。今回のセンターコンソールはボックス型にしました。開くのはこことここです。動きはね、ここも結構広さがあるので何を入れるかわからないけど、それなりにここは一応ティッシュがねぴったり入る大きさにしました。ティッシュそのまま取れるっていうこのように作りました。ここはクッションを前面に置いて肘置きになってます。この肘置きはクッションを作って、ここもボルトで留めてます。ここはこっちのクッションの板に鬼目ナットを仕込んで、このようにボルトで留められるようになってます。なんか意外とさ高いかなと思ったけど意外といいかもしれない。今回カップホルダーは丸にして、よくあるねこの 500ml は入るし、なんと1リットルも入ります。なんか2段になってるよね。下がね、ちょうど500とか3号館かちょうど入る大きさ。2層になってる。このセンターコンソールはもともとある穴に、ね、設置しているので、これもまた取り外せるようにはなってます。ここね、うん、ここの4点で止めます。1、2、3、4、うん、結構気に入ってる個人的に。ということで今回はセンターコンソールボックスを作りました。少しでもいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。では次回もお楽しみに。今日は塗装していきます。天井の仕上げ剤にも使ったこのガードラックハニーネップ、この毛を取っていきます。お願いします。部品ごとにして塗装していきます。こういう部品をねなくさないようにやって100均で袋をかきます。全部セット入んないのではめれた感じでやります。うわこれ無理かも。短ビットだな。短ビットだな。I feel my heart.